こんばんは。えー、っと、今日引退リリースが、えー、3時ぐらいにされたんですけど、たくさんのコメントをいただいております。まあ、ほんと、感謝の、えー、一言なんですけど、本当に、えー、皆さんありがとうございます。ものすごく、えー、 嬉しいいなっていう気持ちとこんなにも、えー、皆さん思ってくれてたんだなって思うと本当に嬉しくなっていたんですが、えー、あまりにも普段来る量のコメント の量の何倍も来るので一人の人に返してしまったがあまりに全員に返さないといけないくなりものすごく今大変なことになっております嬉しい悩みなんですが指と首筋が固まってしまって 明日の練習に支障が出そうなので、ちょっと、一旦、いいねを、いいねだけ押させていただいて、えー、寝させてください。えー、本当に嬉しいんですが、一旦、寝ます。<laughs> こんにちは。昨日は、ゆっくり寝れました。おかげさまで。首も少し、えー、マシになって、 えっとまあ指の方もこ,この通り動くようになってますえー、っと昨日話せなかったことをというかまあえー、っとコメントでたくさんえー、いろんなコメントを頂い,いて僕がえー、っと YouTube を始めたきっかけやいろんなことを今から話そうと思います僕は面白いことをするのは好きなんですけど本当に 結構な人見知りで新しいチーム行っても馴染むのに時間がかかるし先輩とかともスムーズに仲良くなるのが遅いタイプなんで、えー、全然その陽キャラぞろいのサッカー選手の中では全然陰キャラというか明るいタイプなんだけど出せないっていう。 感じなんです、まあ、松本山鹿に行った時ぐらいから、まあ、セカンドキャリアのこととか、えー、とこれからどうするかっていうことを、えー、考えるようになったりしてでいろんな勉強を始めてみたり、まあ、自分でもできるようなことをやったりとかして YouTube もその中のうちの一つで気にはなってたんですけどなかなかできなくて。 でも、まあ、その悩んでる時間が、えー、2年ぐらいあったりとか、まあ、他のこともいろいろやってみたんですけどうーん,なんだろうやっぱり行動しないといろんなことが進まなかったりとか、まあ、行動したからなんかこう新しい道が開けたこともありますし。 新ししい人とも出会えたし、まあ、自分の動画編集なんて今までやったこともなかったけど、まあ、そういう能力というか大した本当大したことないけどそれでもやってみることでなんかちょっと技術も身についたりなんか自分が成長できたっていう実感が湧きましたサッカー選手として実績を残せたわけでもなく えっとまあ、満を持してわざわざ YouTube 始めるような、まあ、選手でもないんですけど、まあ、そういう知名度とか関係なく、まあ、誰でも行動を起こしたらある程度のことはできるんだな、まあ、そこからもいろんな努力もあると思うんですけどまずは本当に、えー、悩むよりも行動を起こした方がいいんだなっていうことを。えーっと すごいまあ引退するに引退するとなって、えー、今までそのサッカー選手として僕を支えてくれたずっと応援してくれたファンの人たちには本当感謝しかないですしむしろフリーになったんで、えー、っとこれからはフランクにもっとフランクな感じで、えー、連絡も SNS なんかで。 コンタクト取ってもらってもう全然いいですしだからまあこれからやる、まあ、パーソナルトレーナーだったり、まあ、自分がやれることといったら一番はやっぱサッカーの知識と、まあ、この13年間自分は体脂肪には自信があるので、うん、ダイエッター的なことに関しては。 割と自信持って教えれるかなとは思ってます。まあそれ以外のことでも本当に何でも何か今日お話ししたいなとか、えー、話し合えておらんなとか何か恋愛の相談してみたいなとか、えー、一緒に走りたいなとか何でもいいんで、えー、ご依頼待ってます。もちろん有料です。 まだまだというか、まだシーズンは残ってるので、えー、まずは目の前のことをやることやって、でまあ、出,し出し切れたらいいなと思ってます。えー、ホーム最終戦で、えー、また引退セレモニーがあるので、その時に同じようなことを言うと思うんですが、その辺はピッて飛ばしてもらって、 あと引退セレモニーの時に頭にちょっと GoPro を巻きつけていこうと思ったんですけどちょっともしかしたら d a z ン n とかの関係で許可が下りないかもしれないのでまあそれは少し心残りですが引退する側の景色をあの初めて見せ,見せさせられたらなと思ったんですけどそこはもう。 母親の、花束を渡してくれる母親の頭に、ゴーブローを巻きつけて、出てきてもらいたいと思ってます。ま、あ本当僕は多分泣くことはないと思うので、泣くことに期待している後輩たちは、ざまみろというか、期待通りにはならへん、ということなんで、 本当に皆さんコメントありがとうございましたこれからもよろしくお願いします大富豪になるために一個一個自分ができることを、えー、何か人の役に立つために仕事をやりながら一歩一歩、えー、いろんなことに挑戦していきたいと思います、えー、お別れじゃないんでむしろこれからの方がこう有名になっていけたらいいなって思ってるので 皆さんぜひこれからも応援よろしくお願いしますそれではまだ、えー、リーグが残っているのでみんなで頑張っていきましょうまた